海洋冒険漫画として名高いサブマリン707がついにアニメ化。キャストの方々に作品についてお伺いしてみました。今回のアニメーション版のサブマリン 707R をご覧いただいて、でもちろんそれだけでも満足いただける作品に仕上がる予定はずそう期待しておりますけれども、僕らも頑張りますけれども、それでもし興味を持たれた方は、原作に当たってみるのもいいかなという気もします。見ていて本当に60分、約60分ですけど、本当息もつかせないというか、作品に仕上がってると思います。親父像っていうんですかね、今だんだん僕も本当は親父やってんだけど、今親父像が気迫になってるから、せめてこのアニメの中でも立派な先輩であり親父であるっていう、そういうことを追い求めてみたいなと思ってますね。海の中の世界のなんかアニメとかはやるのが初めてで、自分でもどんな風にやっていいのか分かんない感じだったんですけど、楽しみながら精一杯頑張りたいと思います。絵がとても綺麗になると思います。で特に深海の、なんでしょう、こう魚雷がシャーッと走ってたところのピッとパパパパパなんてのは誰も見たことないと思うんで、でもきっと本物以上の迫力と、臨場感が、醸し出されるんではないでしょうか。サブマリン 707R の第1巻は9月26日発売です。ちょっと先になっちゃいますが、楽しみにしていてくださいね。